ワンツーフックストレートのパターンと、さっき僕が言ったただ寝かせるだけのフックで、そういうことです。でフックをもうちょっと顔の手前というか、今右手のとこまで行っちゃってる、そう、そこら辺で止めてください。フックをワンツーフック、そんでストレート、まだ行ってるな、まだ流れてるですね。ワンツーフック、そう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 、の方がストレートが速くなるし、はい、もう一回じゃあ大きめの先流してください。フックも流してストレートで遅くならず、で畳んでその腕をただ畳むだけ、そういうこと、そういうこと、の方が早く打てないです。そうっす。だからワンツーちょっと打ってもらいます。ワンツーの時に、そう、そこにちゃんとほっぺたに手があるから、ただそれをフックを寝かせるだけ、はい、そうすると早く、そういうこと、そういうことです。特に接近とかやったらそっちの方がフック早いんで、ただ寝かせるだけです。寝かしてなるべくその顔を越えないように、顔を越えないとフックが打ちやすいはずなんで、あ、フックじゃない、ごめんなさい、ストレートが、ストレート打ちやすくないです。パッ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 って感じです。それを下がりながらとか、下がりながら打ってください。ワン、下がりながら、そう、そういうこと、そういうこと、やると打ちやすくないです、畳むと。そういうこと、そういうこと、そういうこと、はい、後ろに下がりながらワンツーフックストレートとか、ワンツーフックストレートってやると、ただ腕を畳めばいいだけだと、その速くなるというか、フックが遠いところに打つときは それじゃなくていいんですけど、そのさっきみたいな感じで連続攻撃とかやる場合は、もう相手のガードをすぐこう それで当てさせて、真ん中のストレートを当てやすくするって感じですね。最初前に来るときでもいいですよ。前に来るときもワンツーフックストレートの方が速くないです、うん、そう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 、その足動かしながらいいですね、うん、足動かしながらやると、相手が詰めてきたときもそうやって攻撃できるし、相手が離れてたときもそうやって追いかけれるし、どっちでもできるんで、じゃあちょっと追いかけてきてください。ワンツー畳んでストレート、後ろはワンツーフックストレートってやると打てるじゃないですか、うん、今は綺麗に打ててたんで、結構難しいんですそれ、あの足動かしながらって結構難しいんで、あのどうしてもその手と足がバラバラになってくるで、今の感じだとジャブ打ってもらって、手と足が一緒にちゃんと動いてるんですよ。いや、いいってことですよ、いいよってことです、あのうまいよってことです、そうそうそう、ってやると今足と手がちゃんと合ってないです。その方が強く打てるし、距離がずっと詰まらんってことです。僕が近づいてっても、その打たれながらこう離れられるもんで、距離がずっと詰まんないってことです。で前に来ていただいて、ワンツーフック畳んでストレート、そう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 、フックを基本その顔よりあんまり越えんようにした方が、ストレートがその打ちやすくないですよ、そっちにあった方が、手が邪魔になるからね、自分の左腕が、そうっす。でロングのただの左フックで打つときは別に、その大きめのそういうさっきのちょっと顔を越えるぐらいでもいいんですけど、攻撃、あの連続攻撃でやるときはその畳むっていう、はい、ただ左腕を畳むだけ、ワンツーフック、そうそうそうってやると打ちやすくないです、うん、そうそうそう、だから結局ワンツー打つときもその左手がちゃんとほっぺたのところにないと、そのフックが打てないんで、そういうことです、そういうことです、そういうことです、はい、そうです、そうです、そんな感じです。